ということで、本日は、おはるさん、初めてのお使い企画ーイエーイ歌ったり、歌ったり。お前、それがいいんだよ。歌いますよ。理屈ははずいんだよ。理屈してよ。はい、それマジだって言われて。ねあれなんか違うぞ。理屈はずいだろうよ。誰にも続けた。誰にも続けた。今、今カットする。ふざけるね。今、ドンキに来てます。はい。今、俺が欲しいもの、はい、カラーバター、ダークシルバー、ペイントマーカーです、はい、それをおはるさんに買ってきてほしいんですけど、もうおはるさんね、33歳なんでやばさすがに普通に買い物はさ、できるね、はい、なんで、今回は遠隔お使いに行ってもらいたいと思います。はい、はい、ありましたもうめちゃめちゃ俺とゼクスは見に行かなくても買いに行けるんじゃないかと。カラーバター行きます。スタート。はい、3歩前へ、3歩前へ、テンポよく行こう、はい、左に、はい、5歩、左に5歩、レジを抜けてから、ね、レジ、ほんまに。じゃあもう一歩前。いやもう突き当たりです。そうだろ。あいつの歩幅がバカでかいかも。だってさ、それ入り口の突き当たりまで行っちゃったってこと。そうだよ。3歩長くね。じゃあ2歩戻ってください。2歩戻る、はい、はい、戻りました。そのまま入り口から来て左に3歩レジを抜けていくイメージ。左？レジの方。待って、レジの方行けないよ、それじゃまたぶつかっちゃうよ。嘘。どこ一回、じゃあスタンプ、振り出しへ戻る。振り出し一回、あ、痛い。待って、最後までさ、先まで行けないっす、絶対。はい、もう一回行って。じゃあ、一歩前、はい、左に5歩。左に5歩、左に5歩。そう、そっち、1、2、3、4、5。まだレジ横だよ。もう一歩前、はい、で、と迷惑かかるから、ね、右に2歩、はい、左に5歩、1、2、3、4、5。はい、ヒント、あの、洗剤らへんにいるよね、今。洗剤らへんにいるけど、ちょっとチート使って、ちょっとレジ前は迷惑かかるから、うん、ちょっとだけチート使った。そしたら、右に5歩。はい、これできっと、あの、階段右の方、あ、突き当たり、もうそれダメだよ。もう今、あの、ランドリーあたりにいる、いろいろぶつかってる。なんで、ちょっと燃えるじゃん。なんで、あの、洗剤コーナー、ちょっと燃えるじゃん。じゃあ2歩ぐらい、2歩戻る、2歩戻る。はい、いいね。左に2歩。左、まだレジ行っちゃうよ。え、あ、そっちを向いてるってことか。そうだよ、向きが。あ、そしたらその階段の方を向いてくれ。階段の方向く、はい、向いた。3歩前。1、2、3。今、あの、ランドリーコーナーに来たよ。ランドリーコーナーって何？洗剤コーナーだよ。これ半分ほぼ俺らもアドバイスもらってるから。ちなみに左に曲がる方向ある？道ある。左はある。左に2歩。2歩、まだ洗剤コーナー抜けない。お前どこにいんだよ。じゃあ待って、じゃあ目の前にある商品の名前言ってくれ。これチートプレミアル、あの、サンデー香るスティック。普通に分かんないもの言うんだよな。はい、右に3歩。右に3歩。1、2、3。今ね、今ちょうどまだ触れるマスコーマン言う。難すぎる。一歩前に行けます。1歩前に行っても全然変わんないから、洗剤だよ今、まだ。3歩前。
あ、ほんまやね。はい、1、2、あ、今ダイエットコーナー、ダイエットコーナー、え、ゴールすぎてる、やって、おい、階段通り過ぎてるよ、ストレッチ、階段が左側に見えます。あ、教えちゃいけないんだっけ、これ、あ、超近い、超近い、超近い、左に2歩、左に2歩、はい、1、2、今階段の目の前、今むずいんだよ、行き方。そしたら階段を向いてますか、体は。向いてます、向いてます、向いてます、左に1歩左に1歩は今現在だけど、確かに今、あ、じゃなくて現在じゃなくて今3分のところで、多分もう近いね、もう近いね、あ、そしたら一歩前、一歩前まあ右に一歩、右に一歩、おお、いいね、その目の前のものを買ってくれ、ダークシルバーあるかないかせーの、ありますか、まだないですとりあえずそこのものを買ってくれ、わかった、じゃあこちら買えますね、それを商品を教えろ、買うから教えてくれ、わかった、じゃあこれ買うよ、はい、はい、教えてそれを、え、待って、これはラックススーパーリッチサインです俺さ、ラックス椿なんですじゃあ前に一歩、前に一歩、はい、左に2歩だ、お、いいんじゃないかな、そこの目の前のもの買え、え、なんでもいいんですか、ダークシルバーだ、ダークシルバー、ダークシルバー、あるかないか教えてくれ、ダークシルバー売り切れでございますとりあえずでも場所は合ってたの、場所は合ってた、本当にない、ナイスピンポイントだよ、ね、本当にない、本当にね、今動画こっちで撮ってるけどない、マジか、まあね、一応達成ということ で、 で、ね、じゃあ次ペイントマーカーを目指します、カラーは買わなくていいんですか、だってダークシルバーないじゃん、ないんだよじゃあ代わりにマニパリ、マニパリ、いや、もういい、また買いに行くだ、また買いに行くから、とりあえずペイントマーカー行こう、だってマニパリ安いよ、うるせえからいいから、分かった分かった、マニパリは分かった、行くよ、はいはい、じゃあ一回さ階段まで行ってくんない、階段降りましたで、それ階段と逆方向正面に向いて立って、そっからスタートしよう、はい、わかった、オッケー、はい、ここからね、階段のここに、階段のもう1段目も降りて見て、そこに、わかった、階段と逆方向を正面に向いて、はい、お願いします、はい、じゃあ、言うてペイントマーカーどこにあるかはっきりわかんないんですけど、ね、正直わかんないんですけど、なんとなく近いよねでもね、じゃあ、まあ左に一歩、左に一歩、待って、左に一歩、壁に当たるな、そんだけないよ、はい、だって階段降りてって中央まで行くのね、はい、そうそう、そういうこと、あんまり手をかかるから、はい、左に一歩、はい、左に一歩、右に三歩、右に三歩、あ、なるほど、2、3、こっち見えてるはずだ、はい、三歩、はいはいはい、左に二歩、左に二歩、はい、そっからがもうわかんない、いや、その前のやつを買ってください合ってるか合ってないか、とりあえず教えてくれ、合ってません、な、何商品名、ワンチャプロテイン、ハリボのグミがあります、え、嘘だよ、それそっちちょっと早かったんじゃない、じゃあ早くないね、人は、ね、俺のこと信じてないでしょ、マジちゃんと言われた通り進んでんかんね、ほんとに今だからお菓子コーナーなんです、じゃあ右に5歩、右に5歩ね、右に5歩まあ5、まあダイエットコーナー来ちゃいましたけど、でも行ける、またダイエットコーナー、もっとか、ダイエットコーナーまで行き過ぎですね、5歩じゃ、え、そんなお菓子とダイエットコーナーの間にあんなっけ、運動俺はそ の、 あの全然方角違う、違う、じゃあ一回振り出し戻りましょう、階段の正面にまた戻ってくれ戻って戻ってでもそっからだったらね、どんだけ押しても足んなかったじゃん、左行って、もっともっとだった、はい、とりあえず左に、おい、
一緒一緒、さっきと一緒、左に一歩、左に一歩、左に一歩ね、はい、オッケー、右に5、はい、じゃああと一歩前、いや、いいんじゃない、いいの、一歩前、でそこで、何何何、そこで左、階段のとこからだよ、そう、最初のとこからだよ、今言ってんの、そこで左に3歩、はい、一歩、3歩、3歩行っちゃうの、ここ幅がわかるの、いや、おかしくない、今、近い、今、まだちょっと遠いで、今お菓子、呪術廻戦のお菓子がある、まだお菓子だ、とりあえず、前に3歩、うん、突き当たります、前に3歩、1、2、3、突き当たった、オッケー、そこから右に、うんうんうん、3歩、うん、3歩、はい、1、2、3、はい、じゃあそこの目の前のものを買え、よし、目の前両隣にお菓子があるけどどちらでもいいんですか、左と右、いや、お菓子じゃないものを買ってくれ、もう方角関係なしです、お菓子、そっから、いや、お菓子しかないんです、ここ、とりあえずそれを買ってくれそれは何だそれは、うん、じゃあタケノコの山とタケノコ、キノコの山とタケノコの里です、これ買えばいいのね、タケノコの里、こっちで行ってタケノコの里あんの、まだちなみにさ、文房具系は見えるそっから、ね、なんかイライラすんな、おかしくねえよ、お前ら来いよ、じゃ文房具系はある、え、文房具系ある、文房具まで、文房具系はね、もうちょっとの距離なんですよ、じゃあ、あと3歩前、1、2、3、あー、まだだってお前最初3歩で突き当たると5歩とか言ってもなんかね違うとこで言ってたよねそう、あそこすぐ突き当たったもんねそんな3歩でとりあえずじゃあ協力するんだから、ハルさん文房具近い、うん、文房具近い、おおお、じゃあ前に3歩、1、2、3、おお、いいんじゃない、じゃあそこの目の前のもの、協力だから、そこら辺にもピントマーカーあってほしい、あるかないか教えてくれ、ペイントマーカーはないね、マジックあったら正解しよう、マジックはあるけどちょっと歩数がねちょっと足らないね意地悪だな、何が変わんない、前じゃあ前にもう行っちゃおうよ、じゃあとりあえず成功ということで、ね、成功ということでいいですか、もう近いもんね、まあマジックコーナーまでは行けたということでいいですか、マジックコーナーはなんとかギリ行けたね、 OK、 じゃあ探してくれ、今右に3歩で釣るんだよ、買ったんだよね、はい、出ます、そしたら出ました、階段の方を向いて、うん、5歩、5歩ね、5歩行った、 OK、 5歩、そしたらもう3歩前、もっと3歩、うん、はい、左に2、はい、今どこに、今階段の前、おお、すげえ、待って、そしたらレジの方向き、うん、5歩、1、2、3、はい、 OK、 左に、うん、5歩でレジだ、いや、まだランドリーコーナー、またランドリーコーナー、なんだよランドリーコーナーって、なんなんそれ聞き慣れないんで、洗剤コーナーだよ、5歩戻る、5歩戻る、はい、戻りました、レジの方に体を向けて、はい、あと3歩前、1、2、3、それで左で5歩、はい、左ね、うん、1、2、3、4、5、レジだね、あ、もうレジですね、おー、帰ってください、はい、お疲れ様でした、あ、疲れた、本当にいいよ、本当に君の一歩が分かんないから、いや、あの後でちょっと動画見てもらって分かると思いますよ、さっきさ、3歩でさ、あそこの突き当たったんでしょ、そうだよ、一歩でかっ、いや違うんだよ、3歩で中央まで行ったんだけど、うん、そこに左っていうからこっち曲がったらさ、うん、こっちあの、まあ、なんか文具コーナー、そうなんだよ、だからそれをさ無理やりふざけんなよって言うからさこっちもイライラしてそう、こっちもイライラふざけんなよと思って、はい、じゃあ、とりあえず、はい、
カラーバターとペイントマーカーをお願いしたんですけど、何を買ってきたんでしょうか。はい、はい、おはるさんはこちらの、はい、まずラックスのスーパーリッチ社員のなんでそれこうやってでかい、これが目の前にあったから2回分だって、これふざけんな、これ誰行きなんですか、これ椿派なんで俺いらない。あ、それいくつですか。糖質を気にするリバイル、あ、見やすい、炭水化物 6.1 1袋1個食える1個食える、何袋入ってる、6袋6、12袋全部食ったら60、大変なこと、72ぐらい、そうだね、やば、意外に低いっすね、ね、全然食えるっちゃ食える、いただきます、1個以外あります、はい、あとでお金を回収させていただきます、はい、ということで、じゃあカラーバターの方は、カラーバターはもう目の前まで行けたけどもなしということで、ことでちゃんとボードマーカーまで行ったよ。少なこれ。これでロッカー。いや、そうです。ということで、じゃあまあなんとかピントマーカー買いました。そう、買いましたこれ。これは遠隔操作はね、日頃家教員とかがさやってるからやりたかったんですよ。いや、スタンドだと難しかったね。いや本当にマジで。ガの強いスタンドはちょっとね、だそっちの方が喋ってんだもんね、スタンド、俺らの指示よりさ、そっちの方がめっちゃ喋ってる。指示出せねえって感じで、だってあまりにもえとか言うからイライラしてきちゃってさ、えじゃねえよ、来てんだよと思って、いや今度ね、君たちあのショッピングモールとかでやるから覚悟して、いやこれはじゃあ俺じゃない場合もあるってことでしょ。ゼックスで見てみてえな。33歳おはるさんのお使いをね、これからも応援お願いします。サン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 サ